はい、さあ、エリクさんです。ノブさんです。はい、皆さん、今からね、パート7ですね、うん、パート6の続きやりましょうか、うん、前回はね、途中まで行ったんですけども、町がね、町というか村がね、うん、なくて戻ってきたんだよね、うん、なのでね、今日はね、またその続きですね、村探しとですね、まあ、運良ければ、まあ、砂漠があるので、遺跡があるかもしれないので、遺跡もあれば、遺跡にも寄りましょう。うん、ではね、じゃあ早速、パート7スタートしたいと思います。はい、あれ、ちょうど夜になってきたね。うん、眠ろうか。よいしょ。はい、じゃあ行きましょうか。うん。とりあえず、これと、鶴橋は持っとくか。よし、じゃあとりあえず剣持って歩きましょう。うん。あ、ごめん、殴っちゃった。よし、はい、じゃあ昨日の続きですね。じゃあね、昨日のね、場所までね、一気にね、スキップしたいと思います。はい、じゃあね、皆さんね、ちょうどね、この辺りでしたね、前回帰ったのは。じゃあね、マメさん、こっからね、先進んでさ、村探しましょう。うん、じゃあとりあえずどこまで、これバラこの辺で終わったっけ。あ、ゾンビ近づいてきた。これ、あ、危ない。来たね。倒した倒した。よし、じゃあね、ちょっと待っといて、この辺でね、多分一旦終わってるから、この辺ちょっと明かり灯しときましょう。マミさん、パパ、松明ばらまいていくから、うん、この辺まで来て、ここまで来て、この辺で書いたんだっけ。そう、この辺で書いてるね。よし、じゃあこっちから行こう。Thank you.
遺跡見つけた。遺跡あるの？どこ？うん、あっち。どこ？あっちの方来た。お、本当だ。皆さんちょっと回復したい。え、遺跡ないよ。あれ？遺跡？うん。ちょっと長すぎるから食べるし、うん、回復したい。待っとくね、じゃあ。回復しないでね。あ、回復した。じゃあ行こうか。あ、一緒に帰ってきた。30に行ったレベル。30、13？ うん、13だ、間違った。ああ、皆さん見てください。遺跡発見です。あ、これ遺跡？なんか形違うよ。これ井戸だ。井戸？うん、ほら。あ、井戸だ。じゃあ飛ばしよう。あ、いた。ゾンビ。助けて。あ、死んだ。マメさんもダメ。死んだ。大丈夫？マメさん。ゾンビに囲まれた。パパ死んじゃった。ゾンビ今のところ。やばい。ゾンビ今ゾンビに囲まれてるわ。やばい。マメさん、ゾンビに囲まれてる。やばいな、マメさん。パパね、全部落としちゃった。頑張れ。頑張れ。気をつけてね。お腹いっぱいにならないと危なくない？ようやく追いつきました。ここマメさん絶対にしちゃったけど、いいよ。これどうやって登ればいいの？これただ好きなところからさ、砂取って登るだけ簡単。これか、ここにこれを作るか。はい、簡単に階段作った。あ、でも登れなくなってる。いきなり。いいよ、大丈夫だよ。パパこっからこれでね。あ、死んだ。ゾンビ死んじゃいました。マメさんまで出てっちゃったよ。はい、パパまで落ちちゃったの。パパ死んだ勢いでね、落ちちゃったので、もしかしてこれバグった？わかんない。ほら、嘘。ですね、皆さんちょっとすいません、ハプニングが発生です。帰ってきた。マメさん入る。マメさんまたパパ死んだ。マメさんもバグった。バグってる。じゃあね、あとちょっとね、あのもう、あと今日ね、もう探すのが限界なんでね、また、あ、大丈夫だね。マメさん大丈夫？逃げて。死ぬよ。死んじゃう。おー、大丈夫だった？よし、じゃあマメさん早速上に登って。あー、死んじゃった。でも大丈夫だよ。はい。はい。じゃあですね、マメさんも帰ってきましたので、パート7ね、はこのぐらい、今日は、はい、マメさんもね、死んで帰ってきたのでね、本日のパート7はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとね、作戦ちょっと練らないといかないね。やっぱベッド持って歩いていこうか。ベッドあった方がいいかもしれないね。今度ね、じゃあ、あのご飯だけ持って、で暗くなる前に眠ってね、町を探そうか、村をね。じゃあね、すみません皆さん、じゃあまた今度ね、パート8の方でまたもう一度村探しを挑戦したいと思いますので、またパート8の方でお会いしましょう。ではまたパート8まで。バイバーイ。バイバーイ。